ップンバコベースリキーニコルソン。ハリカさん、はい、レコがね、これからヨーロッパを背負っていく非常に大事な試合です。そうですね。さあゴングが鳴りました。いやもう本当にステファン・レコに関してはですね、ヨーロッパどころか本当に K1 の時代のエースの一人ですからね、はい、そうですね、はい、スイスでも絶大な人気を誇りますドイツのステファン・レコがリングに登場しますと、もう場内は大歓声という形になりましたが、この K1 ファイトナイトは K1 ルールにのっとりまして、3分5ラウンド制3ノックダウンシステム、5ラウンドで勝敗が決しない場合には判定ということになります。ダウンした場合10カウントで KO 負けとなります。今日がバースデーファイト、6月3日、今日が26歳の誕生日です。しかしレコの集中力というかですね、オーラがですね、リッキー・ニケルソンを徐々に追い詰めてますね。そうですね、はい、やっぱり常に K1 の頂上というのを見据えて戦ってますよね。この右のボディ、やっぱり最終的にはステファン・レコ選手はですね、はい、右のパンチが得意ですから、はいはい、パンチで倒したい、それがどこで引くかですよね。左から右、右のローキック、あ効いた、今のは効いてないよという表情をしましたが、はい、逆に効いている、右のパンチ、そして右のボディからローキック、バックスピン、スピニングキックを見せていきます。ミケルソン選手いい選手なんですけど、ちょっと揉まれてますね完全に。そうですか、この雰囲気、はい、あーロックステファン・レコの右のロック、早くも第1ラウンドダウンを奪いました。ミケルソンようやく今ファイティングポーズを取りました。ちょっと一方的に揉まれてますね。第1ラウンド残り20秒、はい、この辺頑張ってもらいたいところなんですけど、さあステファン・レココーナーに追い詰めた、プレッシャーをかけます、相手は隠した、そう言い放ちました、KO で決着してみせる、そう宣言したステファン・レコ、第1ラウンドダウンをすでに奪っています。バックハンドブロー、しかしそこにローキックを合わせていきました。第1ラウンドステファン・レコ早くもリッキー・ニッケルソンからダウンを奪っています。さあ第2ラウンドに入ります。ドイツが生んだヨーロッパ最強の伊達男と呼ばれるステファン・レコ、リッキー・ニッケルソンとの第2ラウンド、ミドルキック、しかしガードしています。自分を誇示するような実力を見せつけるような戦い方です。右のローキック、まあ、ローキックで倒せるのも完全に最後は倒したいところでしょうね。右のロー、しかし強烈、太い足からこのローキックを放っていきます。あーバウンダー、右のストレート、リッキー・ニッケルソン右ストレート、油断しましたね。ステファン・レコダウン、さあこれで五分に持ち込んだ、これがイギリスの次元爆弾と言われるゆえんです。リッキー・ニッケルソン右のストレート、もうサード全然しません、またこれはスリップ、桜レフリーはスリップ、ちょっと効いてますね。だけどさあステファン・レコ右のストレートでダウンを奪い返しました。ニッケルソン、ニッケルソンがちょっと勢いづいてきましたよ。さあ京子さん、面白くなってきましたよ、はい、びっくりしますね、すごいですね、さあこれで五分です。ポイント的には五分に持ち込んだ。ニッケルソンのこの右が伸びてきますね。ニッケルソンパンチうまいですよね、本当にパワーがあるんです。あ右のローキック、また顔を歪めた、右に左にステップを切ります、構えを変えてきます、リッキー・ニッケルソン、さあフェイントをかけて右ストレート、これが伸びますね。さあロープ際、これは一旦ブレイク、今もフェイントからの右ストレート、非常にトリッキーですが、でも伸びてきますね。バックハンドブロー、トリッキーにはトリッキーで返していこうというステファン・レコ、バックハンドブロー、これは大きく切りました。右アッパー、右アッパーですね、レコの右アッパー炸裂、そして右のミドル、このラウンドはもう本当に1ラウンドのペースでもう一度戦おうと、そういう形ですね、組み直そうという感じですよね、右のローキック、ガードを固めます、右ロック、ガードの上、あ効いた、これも効いた、これも効いた、コーナーに追い詰めた、右のボディ、そしてローキック、まあ、距離としては本当にステファン・レコのペースですね、はい、この右のローキックでチャンスをつかもうというステファン・レコ、はい、第3ラウンド残り50秒、ただレコ選手がですね、左の膝、この日2度目のダウン、ニッケルソン立ち上がれるか、ようやく膝を伸ばしました、カウント8、よく立ちましたね。さあセバンデコ、ね、早く行きたい、早く行きたい、右のボディ、そして右のローキック、アッパー、膝には左を返していきました。ニッケルソンまだ粘ります、右のボディ、左の膝、左のジャブ、そして右のロー、なんとか返していく粘り強いニッケルソン、
セバンレコ残り10秒第3ラウンド決めるかどうか。今の平野も良かったんですよね。右のローキック、大きく息をして耐える、耐え忍ぶニッケルソン。ニッケルソン頑張りますね。右の膝も及ばず、よく耐えましたね。このラウンド、しかしステファン・レコはまたしてもダウンを奪っています。ステファン・レコ、リッキー・ニッケルソンの対戦はいよいよラストラウンドを迎えています。2つのダウンを奪ったステファン・レコ、1つのダウンを奪い返したリッキー・ニッケルソン、まだまだ分かりません。一発の魅力を共に備えています。いや、この試合も意外なことに5ラウンドまで来ましたね。そうですね、1ラウンド見た感じはステファン・レコの圧勝かと思ったんですけどね。そうですよね、今もバックハンドブロー、顔面を捉えました。右のフック、ステファン・レコ頭をつけて、右の膝、そして左の膝、なんとかガードしたリッキー・ニッケルソンです。右、レコの右に左を返していったリッキー・ニッケルソン。レコ選手ちょっと当たり弱いですね。なんか一発一発が本当に脳に響いてるような感じがしますね。ラストラウンド残り45秒、レコは攻めきれるか。倒したいですね、レコ選手は。右のストレート、左、ニッケルソンの左、下から突き上げるような形、レコも返していきます。両者ともに持ち味十分発揮して第5ラウンドまでもつれ込んでいます。まあ、本当にヨーロッパの覇権争いのためにもですね、レコ選手を倒したいというところですね。そうですよね、このステファン・レコ、今やヨーロッパを引っ張っていく、そういう存在になっている一人、それを倒すことになりますとリッキー・ニッケルソン、一気に名前を挙げることになります。バックハンドブロー、2つのダウンを奪った、行ってほしいですね、ステファン・レコか、それとも1つのダウン、そして終盤盛り返したリッキー・ニッケルソンか。今最後のゴングが鳴りました。判定へと持ち込みます。3対0、しかし僅差の判定、3対0という。